セリーグファン、アホチン。まあ明日が真のオールスターやし、クソドームで陳勝飛できたのはでかい。明日は勝たなあかん。今のゴミ化してる阪神で集めてるんだから、そりゃそうなる。弱すぎやろ、人気あるけど。投票で決まった選手文句はない。阪神ファンやけど今日の試合見て優勝できそうな気がしてきたわ。セリーグのレベルが低くてほんま助かるわ。横浜タイパリーグだったら1対0で勝ちなんやが。どんで、久しぶりのオールスターはどんな様子やった？阪神以外のセリーグファンの心が一つになった日。梅のキャッチャーなのに何で阪神のピッチャー打たれまくったん？終わった後も全く盛り上がらなくて草。阪神の選手これで首位なってる、どんでんクソ有能なのでは？小笠原の失点が余計やったな。あれで流れも変わった。進化数いらない、それだけ思った。つまらんオールスターだった。どうしてこうなった？ちゃんとやってるパリーグに申し訳なくないんか？阪神ファンの俺から言わせてもらうと、お前らもう少し打てよと。中野の意地いさとおらんかったら今頃完封負けしてたぞ。明日はバウアーが8回に失点ぶち切れのおまけ付きや。すまん、オール阪神にするのはいいけど1回か2回でネタ枠として変えるべきやったやろ。明日も出場回数は投票勢5回、その他4回とかで京都大差ないやろ。ご視聴ありがとうございました。